え、マジでなんでこんなところにおるの。これ救出してあげましょうか。うわ、重い。出るカマキリ取りに行きます。でかいの20センチぐらいのがおるから、この辺は。正直何センチぐらいの見つかると思いますか。感覚的にはメーター級っすね。体感でメーターいけます。マジか。じゃあおったら絶対わかるじゃないですか。こういう低層地、そうだな、ツバカマキリとかと同じようなところにいるらしいんですよね、沖縄オカマキリって。ツバカマキリってこういう竹の低い草地によくいるんで、本土だとね、こういうとこ絶対おると思うのよな。しかもそこ川やから、川沿いの低層地って一番薄葉的に美味しいのね。同じところに沖縄オオカマキリがいるんだったらそうなものですが、アラビロカマキリならおるけど、アラビロじゃないんだ探してるのは。これ夢を見たぞ、このアリの巣。ちょっとつっついてみようかな。あ、危ない危ない危ない。うわー、やばい、眉が出てきた。危ない、ちょっとかわいそうなことした。やば、トル、これ何アリなんやろな。林道行きます。車運転してるのイグルーさんですね。さっきまでイグルさんえれ言ってたんですけど、林道入った途端になんか生き生きしだしました。確かにこの草地おるかも。そうっすか。ええなぁ、カマキリいねえな。こういうフェンスとかについとるんちゃう。セミがおる。これは黒岩つくつくだ。本当だ、車バッターだ。わぁ、うわぁ、車だ。めっちゃ足赤いっすね、このバッター。かっこいいっすね。うわ、ゲロ開かれた。車バッターだ。開かれた。あー、来た。うわぁ、あれなんですか。葉っぱじゃないっすよ、あれ。葉っぱに見えて。なんですか。衣の仲間でしょ。捕まえましたけど、ちっちゃいっすね、この子は。モハカメロンみたいですね。しかカメリオン感ありますね。かわいい。ほら。あら。痛いっすか。1ミリも痛くないです。こんなの、気休めにもならないっすよ、これ。力はまだまだっすね。これはいらないっすか、このちっちゃい。いらないっす。リリースですね。じゃあ、リリースしておきましょう。じゃあ、気をつけてね。広大な草原だな。うわ、センダングサがいっぱいある。いり。カマキリいそう。むしろこんだけ広くてここにおらんかったらどこにおるんって感じよ。市岡さんが探してますね。走っとる。ああ、やっぱ走って、カマキリがびっくりして動いたら捕まえようってことっすね。草の根分けて探してますよ、あれ。茶色に黒のなんか筋みたいなのがいっぱい入ってて。黒の筋みたいなのがいっぱい入っとるってことは、ハブか？ここに消えたんだ。うわ、本ハブやん。本ハブやないか。やばい。ハブのハブおるんや。怖っ。おるでしょ。トビナナフシがおる。言って。本当や。トビナナフシおる。トビナナフシがいる。危ねえ。うわ、危ない。危ないっすよ。ハブ。やばいって、無理したかって。本ハブはえぐいて。うるさ、本ハブはええです。あ、頭見えた。頭、こう靴のとこ、靴先に。あ、本当だ。まだ先やで、頭。親指のとこ。危ない。マジで。ロケーションがやばい。ロケーション最悪っすよ、イグルさん。無理しない方がいいんじゃないですか。ビネッコ掴みましたか。来た。よし。危ない。うわ、危ない。怖っ。うわ。やばい。本ハブじゃないですか。イグルさん。やーばー。本ハブだよ。勘弁してよ。これやばいっすよ。これ噛まれたら死ぬやつっすよ。産後のメスっすね。メスですか。産後のメス。卵産んだ後の。まさかの本ハブですよ。怖っ。潮川さん、やば、怖っ。もうちょっとハブ踏むとこでしたよ。やばてか昼に動いとる。やば、危ない。本ハブやで。本ハブ危ないで。わー、危ない。これ危ないっすからね。ハブは結構リーチありますからね。ちょっとこれぐらいの距離やったら飛んでくるから。あ、車危ない。わ、危ない。いや、飛んできますよ。あ、危ないじゃないですか。あの、ハブの体調ぐらいは離してないと飛んできますよ。ハブの体調以上の距離取っとかないとやられますね。噛まれたところが壊死して、で、最悪死にます。やだー！そう、結成打たんとやばいっすよ。7万飛びますよ。危ない！うわー！危ない。カマキリ探しとったら本ハブに遭遇しました。長靴履いててよかったですね。いや、ほんと。あ、でも長靴も貫通するからな、本ハブなら。本ハブは。危ないっすか？長靴履いてんじゃないか。あ、大丈夫っすか？あ、危ない！最強！むしろかっこいい！さっき踏んで煽ったからっすよ。踏んで煽ったから。スコーンされとる。うわー、怖っ。ふにふに。あー、いい触り心地。いや、このハブ側いいかもしれんな。何ついてないっすか、筋肉すごいな。何はついてないっすね。マムシみたいな。あー、肋骨がふにふにして気持ちいい。いやー、本ハブはマジで怖いな。つけてくださいよ。危ない。わー、放逐しました。バイバーイ。ごめんね、やだね。やったね。でかいかもしれない。でかっ。そんなんいたんすか。はい。そんなどでかいの。ヨッターとかそこへ、はい、の方からビャッと飛んで。うわぁ、マジか。前に降りた方がいいんすかね。俺行っちゃいますよ、そんな。どっかが降りますか。何がいたんすか。カマキリか。カマキリか。カナヘビっすわ。カナヘビっすか。あ、ほんまや。長領バッターいました。この模様いいね。綺麗だね。ほい。皆さん、やばいっすね、これ。うなぎおる。巨大おうなぎが。これ救出してあげた方がいいんじゃないですか。これ干上がりますよ。ちょっと僕、卵持ってくる。はい。やばい、巨大おうなぎおる。え、マジでなんでこんなところにおるの。これ皆さん、言っときますけど、やらせ一切なしですか。え、長くる。やば、1、2、3、4、1メーターちょいありますね。メーターありますよ、この子。うわー、ブリブリ。うわー、これ
これ救出してあげましょうか。どっか水あるところまで出てってあげましょうよ。タモ壊れるだろイグルーさんの。ここに逃げるの。ここ一匹逃げちゃった。隙間に一匹逃げてしまいましたね。俺は助けてあげよう。塩川さんと比べてこの大きさです。でけえ、1メーターぐらいある。長崎アゲハですか。じゃあ救出してあげましょうか。頭をタモに突っ込ませますか、はい、そっちにタモ構えてください。よし、行け行け行け、ほらほら行くんだよ。あー危ない。よっしゃ行った。よっしゃ、うわ重い重たい。あー危ない。出ちゃう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 。二刀流。よっしゃ、よし行きましょう。隙間を作らずに出る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 。危ない危ない危ない。ちょっとあっちを下流まで走れ。下流まで走りましょう。危ない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 。どこ行ったら水あるんすかイグルさん。だいぶ下まで行かないとない。水、いや水場水場水場ない水場ない。ボテこれ重い重い。イグルさん重いっす。これどこまで行ったら水あるんや。 あそこ水あった。水ある。あそこなら大丈夫。イグルさん大丈夫っす。ここならここに逃がしてあげましょう。危ない。よし、あここなら。よし、あーいいっすね。ここ絶対安全です。よし、じゃあここに逃がしてあげましょう。気をつけろよお前。危なかったな。感謝しろよ。もう一匹の子はね逃げちゃったんでしょうがないっすね。うわあ、バイバイ。飛んでいった。でき、でき。はい、潜んでいきました。こんなんが潜んでるんですね、ここは。ここへだけ仕掛けたら釣れるってこと。見えるかな、あの辺、背びれがちょっと見えてんね。あそこで落ち着いちゃいましたね。あー、疲れましたね。あー、危なかった。一つ落ち着きました。もう一匹あれ、大丈夫ですかね、あそこ。出てきたら救出してやりますよ。まあ、干からびはしないと思いますけど。それもカマキリ探さんと。そもそも我々、カマキリ探すためにここ来たわけですから。カマキリ探しましょう。カマキリ探してる間にもう一匹で出てきたら救出してあげます。不憫な長崎アゲハ。これどうするんですか。綺麗。スターダストがついてる。スターオスですね。若いのが綺麗なんですよ。バイバイ。ちなみにですね、水たまりに取り残された水生生物はどうなるかというと、このようになります。ここに犠牲者たちの残骸が散らばってますね。ここへ潜ってしまった子ですけども、多分この中ちゃんと掘って潜ったら、まあ、干からびずに済むと思いますので、多分大丈夫かな。この子もここに逃げ込む か別の場所に移動するかしないと干からびるんですが、多分大丈夫だと思います。ちょっと潜ったら助かりますね。この子もしっかり潜れよ。待っとるかお前。おい、うわーすごい綺麗。白い長崎アゲハ。綺麗ですね。メスですね。こっちがオスですね。ボロってますけど。長崎オスメス？ペアですよ。すげー。白い方がメス。こんなに模様違うんだね。綺麗ですよね、この白いメス。どこボロボロ。だいぶ来てますね。頑張って生き抜いたんだね。前か虫岡さんが半身を捕まえてました。沖縄半身を追っかけ回しました。綺麗ですね、やっぱりビカビカっすね。ビカビカ。ちょっと噛んで噛んで。いけ。痛い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 。言ってそんな痛くないですけども。これオスですよね。これはかわいい。今が全白で羽の前に模様があるから多分オスですね。半身は何を食べるんですか。半身はちっちゃい昆虫ですね。ちっちゃい虫です。肉食なんで、アリとかコオロギの幼虫とかを追っかけ回して噛みついて食べます。ハンターするんですね。そうなんですよ。いつやったら連れて帰りたいけどな。シャダラコオロギや。やばい、初めて見た。いるかな。おお。はいっすね。でかいっすね。こんな大きいんすね、俺。青松虫ぐらいのサイズかと思いました。あっちにもいっぱいおる。いっぱいいます？あ、ほんとだ。あそこにもいますよ。あ、めっちゃいる、ここ。めっちゃおる。めっちゃいる、やばい。シャダラコオロギだらけ。アミューいっぱいいますね。取れました？それだ。お、取れた取れた。痛い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 。暴れとる。綺麗ですね。半身。赤身強いですね、この子は。ねえ。綺麗な模様しとるわ。本州の半身こんな色なったことない気がする。やったやった。いやー、イグルさんが暴れとる。痛い痛い。痛いでちゅね。やだねやだね。トカゲの見せ方こうなんですよ。かわいいでちゅね。痛いでちゅ。痛い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 。めっちゃ攻撃的。出まっちゅね。ほら、かわいい、おっきい。虫とか捕まえてると、トカゲに噛まれる機会とかないんじゃないですか。でも、こんなちっちゃいとか別に痛くないっしょ。あっ、もっ。こうでした。意外と痛いでしょ。